はい、皆さんおはようございました。こんばんは、アキラです。はい、というわけで今回はですね、レンタカーでホテルマウント富士行くぞというわけでやってまいりました。ついに行きますよ。もうね、ずっと行きたかったんですよ、マウント富士。あの富士山を眺めながらの外気浴、あんなに気持ちいいことがありますか、この世に。ついに今日念願叶いましたよ、楽しみすぎる。それでは早速行きましょう。はい、今日の相棒です。それでは行きましょう。はい、一瞬で山梨です。もうね、霧がすごいんですよね。ちょっと雨も降ってきてるし、いやー、あと寒い、山梨寒い。一旦休憩です。はい、というわけで到着しました。もう周り真っ暗ですね。あともう霧がすごい、そして寒い。いやー、山の上来たって感じです。いやー、ついに到着、楽しみ。はい、霧やばすぎて富士山は見えなそうですけど、行きましょう。はい、それでは早速サウナに行きます。まずはサクッと1時間ぐらい入りたいと思います。楽しみ。ここでサウナの音を取ってくる。というわけでサウナ入ってきました。いやー、最高すぎた。ポイントは後でちょっとまとめたいと思います。これからディナーです。なんとフレンチでございます。こんな幸せなことがあっていいのだろうか。食べに行きましょう。
はい、というわけでフレンチのフルコース食べてきました。いやーもうね、牛フィレ肉のなんちゃらなんちゃらソースを添えて的なねもう僕にはね理解が追いつかないレベルの高級さでしたね。いつも大衆居酒屋行ったりカレー食べたり油そば食べたりしてるんで、たまにはこういうご褒美も悪くないですね。いやー、あんな飯次いつ食べれるだろうな。最高でした。はい、というわけで食事を終えて休憩中ですね。ここでサウナのポイントをまとめていこうと思います。こちらはサウナが2種類ありまして、まずはロウリュサウナから。10名以上が利用でき、室温は約90度、体感的には強烈な暑さというわけではないんですが、30分に一度オートロウリュが発動し心地よい湿度が保たれています。オートロウリュには富士山の天然水が使用されているとのことで、それだけでも気持ちよさが倍増、蒸気もゆっくりと降りてくる印象で心地よいという言葉がぴったりなんですよね。このサウナをほぼ貸し切りで利用できたので、いやー最高の気分でしたね。続いてもう一つのミストサウナ、こちらはシグレという名称で、室内には椅子が5台に床には富士山の溶岩が使用されているとのこと。室温は約50度ほどなんですが、ミストの量がものすごいんですよ。キメの細かいミストがめちゃくちゃ降り注ぐので、全身びしょびしょで雨に打たれてるかのような、そんな感覚です。室内にはビヒタが飾られており、自然のいい香りが漂ってめちゃくちゃリラックスできますよ。続いて水風呂、こちらも2種類ありまして、まずは富士山天然水水風呂、こちらは蛇口から天然水かけ流しで、なんと飲むこともできるんですよ。水温は体感で13-14度くらいでしたかね。いやーめちゃくちゃキンキンでした。散らわないらしいので、その時の季節や気候によって水温は変動するらしいです。ただ裏を返せば天然水そのものを楽しめるということなので、いやーこれは貴重な体験ですよ。こちらは基本一人用なのでゆったりと浸かることができます。続いてもう一つのバイブラ&ジェット水風呂、こちらは雲海という名称で、バイブラとジェットが融合したボッコボコの水風呂。バイブラプラスジェットは体感冷たすぎて入れないんじゃないかと思ったんですが、これがまた最高に心地いい。水温が20度前後なのでキンキンすぎず気持ちよく入っていられるんですよ。まさに雲の上にいるかのような感覚、これはたまらなかったですね。最後は待ちに待った外気浴ですよ。外には椅子と整い用のベッドがずらりと並んでおり、露天風呂もあります。夜ということもあり、ここでは富士山が見える体でお話しますが、もうね絶景、ほんと目の前に富士山があるので大感動ですよ。晴れた日にはプラネタリウムのような星空を眺めることもできるらしいので、いやー星空と富士山なんて自然の神秘ですよね。さらに外気浴スペースで押さえておきたいのは奄美浴ゾーンラオ、一つだけ隔離された椅子があり、そこはまさに外気浴スペースの玉座、もう富士山を独り占めできるかのような眺め、完全に王様の席なんですよね。そこに腰掛けて王様気分を味わって、ちょっと肌寒くなってきたら露天風呂に浸かる、いやーこんな最高なことがありますか。もう一生ここで暮らしたいです。はい、しっかり休憩も挟んだんで、今日一日の締めのサウナと温泉サクッと行ってきます。はい、締めのサウナ入ってきました。ほぼ貸し切りだったんで、サウナ水風呂外気浴やりたい放題でしたね。今日も最高の一日だったんですが、本番は明日なんですよ。日の出とともに露天風呂に浸かりながら富士山を見るというミッションが残されているので、明日も楽しんでいきましょう。それではおやすみなさい。すごすぎる、これはすごい感動か、すげー。はい、それでは朝うな朝露天風呂富士山見に行きましょう。行きましょう。
はい、というわけでサウナと露天風呂入ってきました。いやもう圧巻すぎてずっと富士山眺めてました。もうここは日本一の外気浴と露天風呂に僕が認定します。異論は認めません。こっからはちょっと富士山はね見えないんですけど、山中湖がね見えます。あと紅葉した木々が最高すぎる。気持ちいい。あー朝食いきます。ご飯食べましょう。それではいただきます。はい、というわけで朝食ビュッフェ行ってきました。いやもう腹パンパンですよ。めっちゃうまかった。朝カレーがめっちゃうまかった。はあ、最高だ。庭園がやばすぎる。この開放感、そして富士山、どこまでも広がる青空、すごすぎる。ウェー富士山、富士山ウェー、気持ちいい。さあチェックアウトしますか。あすげえ綺麗だね。マウント富士ありがとう。最高だったよ。じゃあ帰りますか。はい、マウント富士のサウナを思う存分堪能したということで、あとはゆっくり帰ろうかなと思います。今ですね、はい、御殿場のアウトレットに来てます。ちょっとねブラブラしつつ帰ろうかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、記念にマウント富士の T シャツ、タオル、ステッカーの3点セットを購入したんですが、通常こちら3800円ぐらいするんですが、期間限定で3000円ポッキリで購入できました。どれもめちゃくちゃ可愛いアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた。